今回ご紹介するのは JR 北海道根室本線のアットコ駅です。駅名の由来は所在地名のアイヌ語のアットウクとオヒョウニで伸びている沼に由来するとされています。アットコ駅は1919年大正8年に鉄道院釧路本線の厚岸駅から当駅駅間の延伸に伴い開業、当時の根室市長で初の鉄道駅となりました。1933年昭和8年に士別線が開業しましたが、1989年平成元年に廃止となり、当駅は簡易委託駅となりました。現在の駅舎は1989年平成元年の士別線廃止後にバス待合所兼用として建て替えられたもので、窓口は根室交通アットコ案内所として営業しています。士別線廃止と同時の簡易委託化により JR 乗車券の発売も行っていましたが、現在はバス乗車券のみ発売しています。戦前は馬市で活気づき、根室管内全域の馬が集まるほどだったそうですが、戦後軍馬の需要がなくなると酪農が台頭、1960年代は毎年約20万人が乗降するにぎわいを見せたそうです。かつて駅前の田中屋がホタテ弁当を製造販売しており、日本最東端の駅弁販売駅でした。しかし1990年頃にアットコ駅での販売が中止される一方、2004年から根室駅で駅弁の販売が開始されたため、日本最東端の称号は根室駅に譲ることとなりました。駅での販売が中止された後も駅前の佐々木商店で取り扱われていましたが、2006年に販売終了となりました。当駅は一面一線のホームを有しており、根室駅管理の無人駅となっています。かつては単式ホーム、島式ホーム複合型二面三線を有する列車交換可能な交換駅で、駅舎側単式ホームの1番線が根室本線の下り本線、島式ホーム内側の2番線が士別線、外側の3番線が根室本線の上り本線で、互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と、島式ホーム西側を結んだ構内踏切で連絡していました。
ご視聴ありがとうございました。